バスフ。バスフ、BASF は、ドイツ南西部のルートビヒスハーフェンアムラインに本社を置き、150年の歴史を持つ、世界最大の総合科学メーカーである。フランクフルト証券取引所、ロンドン証券取引所上場企業、スイス証券取引所にも上場しており、ニューヨーク証券取引所、東京証券取引所にもかつて上場していた。 カール・ボッシュがハーバー・ボッシュ法を発明した老舗である。第二次世界大戦前はバイエル、ヘキスと、ゲンサのフェア・ベンティスと共に、IG ・ファルベンを構成した事業体の一つであり、分割後もドイツ三大科学メーカーの一角を占めていた。主力製品は伝統的な化学品、農業関連製品にとどまらない。戦後、石油、ガス事業へも進出した。今では、 プラスチック製品、高機能製品も生産する。バスフのレパートリーは、ドイツの科学会社でも特に多い。かつては、医薬品部門も参加に収めていたが、米国アボットラボラトリーズに売却し、現在は扱っていない。2011年度の売上高は735億ユーロ、約8.2兆円で、85億ユーロ、約9、400億円を超える。 特別項目控除前 e ビ i t を計上。従業員数11万1000人を超える世界有数の巨大企業グループである。バスフとは創業時の社名、バーディッシュアナリーン、ユーソーダファブリックの頭文字を取った略称である。創業者であるが、事業立ち上げ当初に、ソーダ、炭酸ナトリウムを産し、バーデンアニリンソーダ加工と名乗った。1973年以降は、 この略称であるバスフ、ベイヤー SF を正式な社名としている。日本では一般にバスフと読まれることも多く、参加のレコードレーベル、口述の日本国内版、1970年代中期、時点では定築が、発売にもバスフレコードの金表記が見られたが、正式な読みは BASF である。ただし、中国においては、ともえかく夫、 バスフを現地での社名としている。一昨年より相手方の総会屋に手を焼きながら、1969年にバスフはを完全買収した。ウィンターシャルは同族経営の工業コングロマリットであり、年総売上高は15億ドイツマルクに上った。その2、3は、石油、天然ガスの採掘、生成にまた残り1、3は、年採掘量100万トン。 ドイツ産出量の半分というカリウム肥料に由来した。ウィンターシャルの石油採掘量はドイツの都市総採掘量120万トンの14%を占めた。また、保有する天然ガス電はドイツの確定埋蔵量の26%を占めた。石油生成能力はドイツ全体の7%以上であった。リンゲンではシェルやエスソとマンハイムではと共同生産していた。 さらにアルザスで、ペックリン、PEC リンと合弁の肥料工場を作った、ばかりだった。ウィンターシャルは、資産として、給油チェーン株の15%、グアノワークス、グアノワークス株の90%、株の50%などを保有していた。バスフにとり、脅威であったが、バスフが経済力集中排除法の適用を事実上、免れたのに対し、ウィンターシャルは、 国外金融市場から資金調達を制限されていた。ウィンターシャルには持ち株会社が2つあった。ゲベルクシャフト・ウィンターシャルとゲベルクシャフト・テア、グアークシャフト・テアがカックスというハンザ同盟時代の単位で保有してた。創業者が孫は生まれないと思い、株式資本の50%強である麦血券株をウィンターシャルへ1975年までに譲るという。 法律行為をしてあった。しかし息子ハインツが再婚して、後継者に恵まれたので、法律行為の無効不毛にも、会社と争わんとした。クバントケガテア株の1、3を保有する立場から、バス府による買収を仲介し、法律問題を回避したと見られている。ハインツは総株式の50%強を手放す。代わりに、12カックスと現金40万ポンドを得て、 議決権を留保した。かつては、三菱科学、三井科学、武田薬品工業や火油との合弁事業も行っていた。現在は、日本法人バスフジャパンの他、井出光鉱産、イノアックコーポレーション、住友金属鉱山や戸田工業との合弁会社も設立している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。